エンブライル E-Jets。エンブライルージェッツは、ブラジルの航空機メーカー、エンブライル社が製造、販売している小型ジェット旅客機のシリーズ名である。本シリーズの構成モデルは、標準座席数が少ない順に、エンブライル170,78席、エンブライル175、86席、エンブライル190、104席、エンブライル195、110席の4種類である。 リージョナルジェットに分類されるが、シリーズ中最大のエンブライル195は、座席数を124席まで設定可能であり、機体サイズの面でボーイング737の最小モデルや、エアバス A318 と匹敵するとのみもある。本シリーズのモデル名は、それぞれ E170,E175,E190,E195、e、と記されることもあり、本校でも、 この表記方法を用いる。開発中には、アージエインブライダーリージョナルジェッツ、エンブライルリージョナルジェットと呼ばれ、E170 が、アージ170から100、E175 がアージ170から200、E190 が、アージ190から100、E195 が、アージ190から200と名付けられていたが、2010年10月の、 E170 初号機のロールアウト式典において、現在のモデル名に改められた。ただし、アメリカ合衆国の連邦航空局、以下、FAA や欧州航空安全機関、以下、エアサ、日本の国土交通省の形式認証書においては、アージが付いたモデル名が用いられている。エンブラエル社は50隻クラスのリージョナルジェットである。 アージ145の事業化に成功したことを受けて、70隻以上のジェット旅客機の開発に着手し、1999年2月に最初のモデルアージ170の開発系を発表した。同年6月に発注第一号を受けて初号機の製造が始まり、2001年10月29日に初号機のロールアウトが行われた。この際にアージ170から、 エンブラエル170へと呼び名が変更された。E170 は、初公開から119日後の2002年2月19日に、初飛行を実施。2004年に、ブラジル、FAA、エアサの形式証明を取得し、顧客への引き渡しも開始された。E170 の胴体延長モデルである、e、E175 は2003年6月に初飛行が行われた。2004年に、 ブラジルの形式証明を取得し、2005年1月にエアサ、2006年には FAA の形式証明も得た。顧客への初引き渡しはエアカナダに対して2005年7月に行われた。引き続いて E175 をさらに大型化したモデルである E190 の初飛行が2004年3月12日に実施され、 ファーンボロー国際航空省において初公開された。形式証明は2005年8月にブラジル、同年9月に FAA、2006年にエアサから取得した。顧客への引き渡し第1号は2005年に Z ブルー航空に対して行われた。シリーズ最大モデルの E195 の初飛行は2004年12月7日に行われ、 パリ航空省にて公開された。2006年6月に、ブラジル、同年7月にエアサの形式証明を取得し、同年9月にフライビーへの初引き渡しが行われた。翌2007年6月には、FAA の形式証明も取得している。エンブラエルイーチェッツは2つの主要な商業機の、系列とビジネスジェットから構成される。 最も小さい e 百七十と e 百七十五が基本型で e 百九十と e 百九十五は延長型となり出力が大きいエンジンと大型の主翼、水平尾翼、膠着装置を備える百七十と百七十五、百九十と百九十五はそれぞれ九十五パーセントの共通性がありこれらの二系列間では同一の胴体断面やアビオニクスや 特徴的なハネエール社のプリムスエピックエフィストを89%近くが共通している。胴体は革新的なダブルバブル構造設計を取り入れたことによって機内で立ち上がった際の頭上の窮屈感を低減した。機体のサイズは全長およそ30メートル、高さおよそ10メートルとボーイング737から500、600や エアバス A318 などとほぼ同じである。コックピットは縦長の5面の液晶ディスプレイが装備されたグラスコックピットであり、飛行操縦装置にフライバイワイヤーが採用されている。コックピットの窓は空気抵抗が少ないように曲面ガラスが使用されている。操縦管はエンブラエルの伝統的な M 字型形状で、中期ブレーキのレバーは自動車の駐車ブレーキのように 引き起こすとかかり、ボタンを押しながら倒すと解除される。コックピットの自動音声は女性の声であり、JAL ルグループではミスブラジルの声と言っている。機内は2プラス2席の配置で、座席の片側、窓側は床でなく、壁に取り付けられていて、足元が広い。座席頭上には、このクラスのジェット機では、大型の手荷物収納スペースが設けられ、優れた。 居住性を実現している。トイレは前後に2箇所ある。厨房であるギャレーも前後に設けられていて、客室乗務員は2から3名が乗務する。機体が旅客機サイズであるため、ボーディングブリッジの使用が可能である。ランディングギアは3脚とも、ダブルタイヤでブレーキはカーボンディスク、主脚の収納方向は内側。主翼には他の同期模機にはないウィングレッドがある。 中基地などに使う APU が胴体最高尾にあり、周辺パネルは熱対策のため無塗装である。エンジンは GE アビエーション製の CF34 ターボファンエンジンで排気ノズルの円を波型にすることで、外側のバイパス流と混合しやすくするシェブロンノズルを採用し、低騒音化している。E170、E175 シリーズは小さい方の E。 ジェッツシリーズである E170 と E175 はボンバルディア CRJ-700 とボンバルディア CRJ-900 と直接競合する。またボンバルディア Q400 ターボプロップ機とも競合した。同様に初期の類似の設計の BAE146 とホッカー70に支配された市場での代替需要も狙う。E170 型機は ジャルグループの j a アが日本の航空会社として初めて導入し2009年2月から小牧空港発着の国内リージョナル路線に就航させた。また現在はフジドリームエアラインズも E170 のほか、E175 を主力機として導入し運航している。E170 と175は GE アビエーション製の水力14,200。 ポンドの CF34 から 8E エンジンを搭載する。E190、195シリーズは大幅に胴体を延長した E170、175で新開発の大型の主翼と大型の水平尾翼と水力18,500ポンドの新型の CF34 から 10E エンジンを備える。これらの航空機はボンバルディア CRJ-1000 と競合する。 さらに百0席クラスではより小型の観戦旅客機である DC-9、ボーイング717から200、737から500、マイナス600、エアバス A318 やエアバス A220、Q ボンバルディア C シリーズと競合する E190 のローンチカスタマーはニューヨークを拠点とする格安航空会社のジェットブルー航空で100機発注し、 100機オプションで発注した。イギリスの格安航空会社のフライビーは E195 を14機発注し、12機オプションで発注した。日本国内の航空会社では、JA、日本航空グループが E190 型機を機材更新用として発注し、2016年4月に初号機が納入された。190、195シリーズは、エンブラエルイーチェッツの中では、 比較的大きいため複数のクラス座席を採用している航空会社もある。一例としてエアカナダは当初の機体の一部である45機の E192 級席ビジネスクラスと84席のエコノミークラスを設置している。日本国内の場合 JA の E190 は15席のクラス J と80席の普通席を設置している。2006年5月2日 エンブラエルは E190 のビジネスジェットの計画を発表した。E190 と同じ構造を持つが航続距離は最大4200回りまで拡大され、最大19席のラグジュアリー席を設置する。アルゼンチン空軍がとして一機発注した。2009年1月7日にアメリカ連邦航空局から認証された。最初の2機は2008年12月に納入された。 エンブライルは E195 の胴体を延長した E195X として知られる航空機の生産を検討している。予定では130席である。E195X はおそらくアメリカの航空会社の MD-80 の代替の需要に応えることが目的あると推測された。しかし2010年5月にエンブライルは必要とされる。 航続距離を実現できないとの理由でこの計画を撤回した。エンブライルは2013年6月17日、パリ航空省で次世代 E-JETS-E2 のローンチを発表。同日、ベースカイウエスト航空がシリーズ E175E2 のローンチカスタマーとなり200機オプション込みの契約も発表。E-JETS のエンジンを三菱航空機が開発している。 MRJ シリーズと同じプラットホイット2車製 GTF、ギアードターボファンエンジン、PW1000G シリーズ、PW1700G と PW1900G に乾燥し、空力に基づいて開発中の新たな主翼、フルフライバイワイヤーなどとの組み合わせで、燃費は大幅に改善されるほか、メンテナンスコストの削減、騒音削減を目指す。 機体の基本設計部分は従来機のものを使用するため、このサイズのリージョナルジェット市場でライバルとなるボンバルディア C シリーズや MRJ などより一番遅れて開発に着手したがシリーズ初号 E190E2 が2016年2月25日に完成、同年5月23日発飛行し MRJ などの計画を追い上げている。 E-Jets E-2 シリーズは以下3タイプがある。E-Jets 次世代シリーズで80席クラスの設計で最小タイプ。これまでの E-175 から一列増積し、メーカー企画で88席配置可能。機体規模から MRJ と競合し、当初2020年引き渡し計画だったが2016年12月1日に米国内大手アラインと パイロット組合の労働協約の中に設けられている地域航空会社の運航条項、スコープクローズの合意が2019年交渉により見直される可能性があるため2021年に延期し運航条項適合を目指すことを発表。E190 をベースとする新機種でメーカー規格で座席数は2クラスで97席、モノクラスで106席配置可能。 航続距離は E190 より延長されて 5200km、2016年2月25日に完成、同年5月23日初飛行を行った。2018年4月に初号機を納入した。E195 を 2.85m 延長し、客室座席は3列像となり、メーカー規格で2クラスで120席、モノクラスで132席配置可能。 機体規模から、ボンバルディア C シリーズ CS100 と競合し、2019年引き渡し計画。E、ジェッツシリーズの使用証言を以下の表に示す。出展は主にエンブライル社の公式サイト E170,E175,E190,E195、e、によるが、一部の項目は他の文献を記す。2013年7月末時点において E、 ジェッツシリーズを15機以上就航させている航空会社並びに日本の航空会社で本シリーズを運航している会社を以下に示す。派生型のエンブライル175、エンブライル190から100、200、エンブライル195も含めエンブライル170の開発段階から日本の川崎重工業も参加し、170、175の中央翼、 主翼前縁、主翼後縁、動翼、エンジンパイロンの設計、190、195の中央翼と主翼全体の設計、複合材製の動翼を中心に製造している。JAL ルグループが2007年2月に導入を決定し、同年6月に確定12機、追加購入オプション7機として正式発注された。各地方路線の需要規模への対応。 2009年度以降の東京国際空港の再拡張による規枠拡大などが主な理由である。2008年10月4日に第1号機が引き渡され、2009年2月より名古屋、小牧福岡、松山で運行を開始した。イング -110 以来、またターボファン機のエンブラエル機として初めて日本の空を飛んだ。 二千十七年十二月末時点における同社の導入機数は e 百七十が十七機である。運航は日本航空の連結子会社、グループ会社である JA が担当している。二千七年九月、静岡空港を拠点として航空事業への参入を表明した鈴代が e 百七十を確定二機、追加オプション一機を発注し、翌年に事業会社として リージョナル航空会社フジドリームウェアラインズを制圧した j エアが伊丹空港に移転し発着枠が空いた県営名古屋空港中部空港開港後の旧名古屋空港に実質的に4の頃点機能を移し2015年春に開設した名古屋小牧出雲線及び名古屋小北九州線も含めて小牧空港発着国内急路線を運行するまでとなっている 同社の運行するアージシリーズは2005年の中部国際空港開港後に新たに整備された県営名古屋空港のリージョナルジェット専用搭乗ブリッジ施設の使いやすさも相まって中部地方のビジネス客の利用が増加傾向であるとされる。なお、FDA 社保有のエンブライルのフライトシミュレーターは JA にも貸し出されている。 同社の導入機数は2017年10月末時点で E170 が3期、E175 が9期の合計12期である。FDA は2015年前半に EJET シリーズ9号機を受領し、同社の実質的な運行拠点として機能している名古屋空港、小牧空港から四国や山陰地方などリージョナル路線国内急路線を運行する。 機体ごとに塗装が異なる FDA のカラフルな機体は航空機に興味を持っていない層に対する認知度の向上に一役買っている。現在の名古屋市は日本の政令指定都市として最も頻繁にアージキを目にすることができる都市でもある。また同社は2016年をめどに中部国際空港への進出を発表をしており FDA は2016年以降発注済みの 第10号機を受領次第、中部国際空港国内線ターミナル発着での新規路線開拓を行う予定である。2013年7月7日に同社のエンブライル170が札幌岡玉空港でテストフライトを実施した。同空港に民間のジェット旅客機が離着陸したのは初である。2014年8月28日、日本航空はエンブライル社の E。 ジェッツシリーズ、胴体延長型エンブラエル190を含むを、確定15機、オプション12機を確定分が、カタログ価格で6億7700万ドル、約701億4400万円で、発注、2015年から、追加導入する購入契約を締結した。しかし、エンブラエル社の最新機種 E ジェッツ E2 ではなく、同じ日に、 ライバル機の三菱航空機の MRJ シリーズを32機をカタログ価格1、500億円で発注を合意していて、2021年から導入する計画で現行の運用機数より MRJ の発注数が多いため将来的にすべて MRJ に移行する見込みである。2016年4月20日に日本航空グループの j エアで運用するエンブライル190が エンブライル工場のある空港を出発、カーボベルで、スペイン、キプロス、アラブ首長国連邦、インド、ベトナムを経て、24日、午後、伊丹空港へ到着。5月10日から、伊丹イコール鹿児島線にて、クラス J が15席と普通席80席の2クラス95席で運航開始した。2017年12月末時点における同社の導入機数は、 E190 が11機である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。